最近の注目の、PC オーディオ関連で、全く新しいね、発想で作られたのがノーススターデザインじゃないかなと思って、今回ちょっと一緒に聞いてみたいという企画です。で、今やっぱり主流となっているのは 96K までの、オーディオダックが多いんですけども、パソコンに簡単なドライバーを入れて、仕組みまで再現できるというのがこの USB32 の特徴じゃないかなと思います。で、僕の場合は、必ずしもね、音だけ成立すればいいっていうんじゃなくて、やっぱりこうブランドの魅力とか、中の技術的な背景、そういうものがこう探れる、そういうオーディオを選ぶのが好きだという観点からもすると非常に興味深いモデルかなと思ってます。これシンプルなボックスなんですけど、フロントパネルはこれ微妙なこう切削のデザインをつけてて、なんかね、ジェフローランドとか、クレールとかそんなやつの上にちょんと乗せてもかっこいいかなというようなデザインで、普通の PC で使うっていうこともいいんですけども、ノーススターの、CD トランスポートもあって、その CD トランスポートのデータは I2S っていうモードで入力できるっていうのが、特徴かなと思いますね。 I2S っていうのは I の事情 S って書くんですけど、実はクロックと、データを、分離して送るっていう、簡単に言えばそういうモードです。で、データとクロックのほんのわずかなズレとかなんかもきちんとズレのないように送り出すといったところが特徴かなと。やっぱりオーディオの、ね、魅力っていうのは外側のデザインもあると思うんですけども、例えばスイスの機械式腕時計を見たら中のメカをね、やっぱり美しく見せるっていうのもやっぱりあると思うんですね。それと同じようにオーディオも、例えばイギリスの高度の、デジタル機器を見れば、外側のデザインだけじゃなくて中も、見せるというようなイメージがありますし、例えば日本のアーキフェイスなんかも、中はもうものすごく整然と配置されているのが、見ることができます。で、このノースターの中も、ちょっと中を見ていただきますと、実に、トライダルトランス2個でデジタルとアナログを、分けて、縦のラインに、きれいにローカル電源を並べるという、手法も捉えてます。ものすごく整然としてますよね。こういった中を見るだけでも、精密に作られている機器だということが伺えます。で、もう一つね、嬉しいことに、通常だとやっぱり30万以下のものになるとシングル出力が多いんですけど、この、USB32 は、バランス出力を持ってるっていうのも特徴です。音の差を若干申し上げますと、システムにもよりますけども、やはり、バランス出力の方が少し中低域厚く出て、プロっぽいような感じのする音になりますね。一方でシングル出力の方はやっぱり広域の鮮度が高くて、その空間の表現というのもなかなかいいものがあります。これはもうあくまでもうどちらを選ぶかっていう問題だけで、実際にこれは接続して楽しんでみてください。ちなみに僕の好きなノーススターのこの機械については、オーディオクエストの、ケーブルが、自分の好みとして選んでます。今日は僕の、MacBook Pro に、iTunes を入れてるんですけども、実は iTunes を高音質にする、ソニックスタジオ社のアマーラっていうソフトを、使ってます。これは 192K まで、再生できる、ミュージックプレイヤーで、すごく注目を浴びているものですね。で、全体的な音のイメージとしてはものすごく透明度が高いのと、それと、音像に実体感があるっていうのが、
このノーススターの特徴かなと思います。それとものすごくこう音の消えるところまでの、ね、再現性がものすごく良くて、まあ、音楽自体をすごく丁寧に聴かせてくれるっていうのも魅力かなと思います。 192K のソースでも本当に楽々ね再生できる、簡単に操作できるっていうのは本当に、まあ、ユーザーにとってはね、ありがたいことですし、まあ、価格も30万切ってるっていうのは本当に魅力的ですね。で今日はね単純に、この iPad でパソコンを、コントロールしてるんですけど、まあ、ここにある、無線ルーターの先に、例えば、NAS とかをつなぐともう大容量のミュージックサーバーができると、ミュージックシステムができると、すごく、ね、魅力的な、世界になると思います。まあ、使い出のある USB32 の今日は紹介をさせていただきました。